続いてはリーダーズアイのコーナーです今夜のゲストをご紹介します高崎前橋桐生で学生服を取り扱う株式会社綱島の菊池仁美社長にお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、さて株式会社綱島は今から百三十一年前の 1890年明治23年に創業しました制服作りの情熱と精神技術と品質は現在にも受け継がれていますそして今年9月歴史ある企業の5代目社長に就任したのがえ菊池社長ということになりますが社長に就任されてお気持ちというのはいかがですかはい、はい、131年の重みをひしひしと日々感じております、うんうんうん、はい。 とても身の引き締まる思いでいます、うんはい、堀氏も新型コロナウイルスが蔓延するさなかでの就任でしたが、うんはい、現場に立っている肌感覚として現在のお客さんの状況いかがでしょうかはい、制服の注文は一時に大変集中いたしますので、うん、弊社もコロナは大変脅威に感じておりました、はい、その対策といたしまして弊社はいち早く、うん 予約制といいうものを導入させてたただきまし制服業界では予約制というものはまだまだ浸透しておりませんでしたので、うん、私どもも導入に対して大変不安でしたが、うん、実は以前のように。 開店と同時にお客様が大変ご来店してしまい混雑するというような状況がなくなりお一人お一人のお時間をしっかりゆっくり取ることができましてお客様にも大変喜んでいただいておりますやはりこう制服などをこう買うときになると結構、お客さんいっぱい入ると、ね、混雑しますからね、はい、そうですね。 あえてこうゆっくりとした時間を過ごせる、まあ、選ぶ余裕も、ねえー、出てきますけれども、えー、そんなところで、えー、先ほどこうスタジオには今日は歴史の重みを感じるような、はいね、旗なども、えー、用意されているということなんですけれども、はい、やっぱりこういったところを感じると社長としても。 はい、気持ちがこう引き締まる感じですかそうですね、はいあのー、131年続けてこられましたのも、うんはい、こういった職人の裏方の職人たちが弊社を支えてくれたというのもあります、うんはい、以前はあの本、ー、当住み込みで寝職を共にして技術を伝え続けてくれた弊社の職人たちが大勢おりました、うん、のれん分けした職人さんたちの会を綱島総合会といいましてその会の旗が こちらににある総合会の旗になりますはいでお正月になりますと、はい、こちらのはっを着て、うん、のれ負けした職人さんたちがご挨拶に来てくださって、うん、お正月のお膳を囲んでいたというような話も聞いておりますので<ー>やはり私はこういった受け継がれた技術信頼を 絶やすことなく、後世につなげていかなければなと思っております。うん、まあ、脈々と受け継がれている、その技術を後世へというところですね。はいはい、あの、高崎の本店をリニューアルしたという話があるんですが、はい、これコンセプトなどは何かあったんでしょうか。はい。はいはい、弊社はですね、うんえー、入学式など、やはり人生において門出の大切な思い出の日だと思うんですね。はいはい 制服、思い出作りのお手伝いを常にしていきたいと思っておりましてやはり試着をして皇室から出たそのお子様の成長した姿に涙されるご両親様、うん、そしてちょっとはにかんで照れたようなお顔をしながらピースをして写真を撮るお子様、はい、そんな姿を目にしているうちに制服を作るその瞬間から思い出作りのお手伝いがしたいと思いまして今回のリニューアルに至りました。 確かに私も初めて制服を着た瞬間ですとか、うんうん、母が喜ぶ姿っていうのは今でも新鮮に覚えてます。なんでしょうね、はい、あの大人に一歩近づく感じというかね。うんうん、なるほどね、なるほど。はい、まさに制服を着た感動をお届けしたいと思っております。これから本格的に寒さも厳しくなると思うんですが、うんうん、学生さんにとっては柔軟な時期を迎えますよね。はい、最近の制服のトレンドはいかがでしょうか。 はい今の時代ですね、やはり LGBTQ の観点から、なかなか女子のスラックスという言葉を使うこともちょっと難しくはなってるんですけれども、今日はちょっとお話の中で使わせていただきますが、昨年からですね、県内の高校でも女子のスラックスというものの採用が大変増えてまいりました。そして今年ののの4月からは中中中学学学校校校高崎前橋の中学校でも約8割の中学校が 女子のススラックスを採用しておりますそして採用口では今まさに連日たくさんのお嬢様のおズボンのご注文が来ております、うん、はいあのー、私どもとしても予想外に多くのお客様なんですけれどやはり防犯防寒の観点からも着用したいと思っていたご本人様着せたいと思っていたお母様方が大変多くいらっしゃったんだということを実感しております。うん まあ、トレンドもこう時代とともに、ね、変わっていきますからね。うん えー、そしてあのお子様の思い出を大事にする綱島さんということなんですが、はい、あのランドセルをリメイクするという取り組みを行っているというふうに伺いましたこれ具体的に教えていただけますか、はいはい、やはり思い出作りのお手伝いをしていきたいという中で、はい、やはりランドセルのリメイク、うん、こちらに今日、持ちさせていただいたんですけれども、はい、小さなランドセルなんですけれど、はい、本当に小さいですね <laughs>、はい、これ実はうちの娘のランドセルでして。 もうほんとこういった飾りですとか、うん、中には私が入学前に書いた娘の名前ですとか<ー>傷ですとか、はい、時間割りそういったものもすべて小さくして思い出に残すことができるんですね。初めのうちは6年生のお母様、うん、中学の入学でご注文されたお客様にご案内してたんですけれども、はい、実は店内で飾っておりましたらご注文が多くいただけるのが。 高校生、大学生のお母様たち、ね、上のお子様のランドセルがまだお手元にあるということで、はいはい、たくさんご注文いただいてまして、やはり思い出の詰まったランドセルというのは、うん、なかなか捨てずれずに皆さん取っておかれてるんだなというのをね、とてても感じております私どもの制服も同じように、3年間毎日一緒に。 制服を着て登校したものだと思うんですね思い出の詰まった制服ですので制服もお手元にずっと置いておきたいって思っていただけるようなものを私どもそんな制服作りを目指しておりますとても素敵な取り組みですよね,ね<ー>学生さんや親御さんと身近に接して心がけていらっしゃること、うん、はい、他にありますかはい、お客様に常に寄り添うということを心がけております やはり生徒様が安心して学校生活を送れますようお客様生徒様の生活スタイルまで気を配るように心がけております<う>例えばですね運動部に入りますかそれとも文化部ですか、はい、お母様通学距離は長めですか、うん、自転車でどのくらい行かれますか、うん、っていうそういったところまでそしてどのくらいこの子が3年間で成長していくのかなっていうそういったところまで。うん きめ細やかにお客様としっかりコミュニケーションを取りながらお子様、お子様それぞれに最適なご提案ができるように心がけておりますまあ本当に同じ通学路とか、ね、そういう人はもう誰,誰もいませんので、ねはい、それぞれにというところなのでそこまで親身になってアドバイスいただけるというのは非常に心強いなというふうふに思いますが、えー、では最後に今後のビジョンそれから意気込みなどありましたら聞かせていただけますか。はいはい 弊社が今日まで131年続いてこられましたのも、地域の皆様の信頼を得てこそと思っております、お店に来られましたお父様、お母様、おじいちゃま、おばあちゃま、そういった方々から、何十年前、私も綱島で制服作ったんだよっていうお声をよくいただくんですね、大変やはり嬉しいんですね。 で私どもも代替わりをしてまいりましたがお客様も何世代にもわたって私ども綱島をご愛用いただき本当に日々嬉しく感動しておりますこれを絶やすことなく地域に貢献しながらまたこの群馬高崎で愛される会社へ末永くありたいと思っております、はい